皆さん、こんにちは。手作りのカーブボックス、最後の改良です。ボールは、ジョイントで天板につなげます。ジョイントとボールの溝を合わせるのですが、オリジナルでは、溝が半分の位置になければなりません。でも、溝の部分でカットしてしまったので、ジョイントの先端に空間ができてしまい、強度が弱くなってました。この部分に足の先端のパーツを取り付けて、長さを同じにします。100均で買ったゴム紐をカットして巻いて固定しました。100均で売ってるパイプカッターで半分の位置でカットしてもいいかもしれません。それでは最後に、フリースタイルなカーブボックスを少しご覧ください。細かすぎて伝わらなかったのではないでしょうか。これで手作りカーブボックス制作の動画はおしまいです。ありがとうございます。